皆さんどうも、高島です。前回の動画で、徳島県の県庁所在地であります、徳島市の中心市街地を散策した時の様子をお届けしました。すでに駅前の景観が都会的だったなど、多くのご感想をいただいておりますけども、今回はですね、こちら、沖の浜というですね、郊外のエリアがあるんですね。 この動画ではこの周辺を散策して駅前の方に戻っていくという流れとなっておりますのでぜひお楽しみください、まあ、前回の動画の最後秋田町という歓楽街を歩きましたけれどもその南東に位置するところということでね、えー、ちょっと郊外のエリアも歩いてみたいということでここまでね足を伸ばしてやって参りましたこれ国道55号線徳島南バイパスを歩いているんですがこれね川のちょっと奥の方に 大きめの建物が並んでいるのがわかるかと思いますが、こちらが徳島文理大学なんですね。で、私、高知出身なんですけど、四国内でも結構この大学の知名度が高いイメージがありまして、私の高校時代もね、こちらに進学する生徒とか結構多かった気がします。で、このバイパス沿いに並んでいる建物なんですけれども、ホテルをはじめとしましてね、先ほどもユニクロ映っていましたし、あとアウディとかのカーディーラーなんかもあったりして、 で、向かい側にもね、バイク屋さんかなそういうのもあったりこちらも焼肉キングということで結構大手の飲食店だったり服屋さんだったり車屋っていうのが多く並んでいる感じがしますねこちらもアミーゴのペットショップが見えたりその向かいが結構高めのマンションそしてね、普通にセブンイレブンがあったりといったで、これね向かい側、えー、スターバックスコーヒーも見えておりますね で、こんな感じで。いや、今は本当に、あの、スマホの修理屋さんとかがね、増えましたよね。たまに料金設定、ぼったくりだろうというお店もありますからね、ちょっとスマホマニアとして一言言っておきたいと思います。で、紳士服の春山、そして向かい側にはね、マクドナルドの横、青山も見えてね、あの、この本当紳士服業界はね、同業が並びやすいなという感じでありますけども。で、パソコン工房、そしてパチンコ屋さん。 そして大阪王将も見えておりますねで向かい側チャーリー薬局があったりそしてケンタッキーさらには本屋さんカメラの北村とかも見えていますねまあその地元の、ね、方向けのこれケーズ電機とかありますけども地元の方向けのお店という以上にですね割合としましてはやはりそのバイパス沿いということで、えー、その車を走ってらっしゃる方用の,あの飲食店サクッと食べられる飲食店だったりね 大型店舗を構えるのに向いているような業種のお店が並んでいる。そういうイメージが強いですね。で、ちょっとバイパスから離れたところにもお店が連なっていそうなエリアがありましたので、まあ、ブックオフとかスキヤがある交差点をちょっと東に曲がってみました。こちらの道沿い、工実山荘やジャンジャカの焼肉屋。そしてこちらね、ゲオとかカラオケ屋さんが入っているお店。そしてココイチなんかもね、見えておりますね。 あとはドコモショップやメガネ屋さんこのようにホットモットのお弁当屋さんとかもあります奥の方を見ますとねこのようにモスバーガーだったりこれトマトオニオンですかあとだいぶ奥の方ダイソーか赤からかなでファミリーマートとかも見えておりますがこれ景観としましてはね住宅地の間にちょっとあるような商業エリアみたいな風に見えますけど並んでいるお店がかなり大手で豪華に見えますよねということで 徳島南バイパスの方に戻ってまいりましてでさらにですねもうちょっとだけ南に行くことにしましたただこの時はですねちょっとそんなに、えー、徳島市で時間が取れなかったのでもうすぐ、えー、徳島駅側に戻るという感じこれ奥の方朝日ビールが見えておりますけどねこれ工場か何かですかねでこれ鎌倉パスタがね道路の反対側見えましてでこちらもガストがありまして で、今これ拡大しておりますけどもね。奥の方、回転寿司屋とか吉野家とか、あと、開活クラブとかがね、あるようで。ただ、この辺りとなってくると、商業施設の密度みたいなのはね、下がってくるようです。ということでですね、時間を考えまして、徳島駅の方に、だんだん戻っていくことにします。これ奥の方、花丸うどんとか見えましたね。で、この辺りの地形なんですけれども、三角巣が形成されているということで、まあ、吉野川がね、大変有名な川流れておりまして、 なので、歩いていてですね、大変多く川だったり、橋だったりというのを見かけました。で、映像の方、ユニクロやホテルがある、さっき私がこのバイパスに出てきたところあたりに戻ってきましたね。で、今、アスティ徳島という看板があったかと思うんですけども、私音楽好きでですね、あの、このアスティ徳島がその徳島でそのバンドさんとかがライブをする際によく会場として使われているイメージとか強いですね。 で、この辺りの道沿いの豚のパチンコ屋さん、名工技術丸中、このように100円ショップとか携帯ショップとか並んでいる感じですね。で、これ反対側天下一品、天一のラーメン屋さんとかありますね。で、先ほど映しました50キロの速度制限の標識なんですけども、下の方にですね、時間指定を示す表示もあったんですね。 これ私も前徳島をドライブしていてね、大変画期的なルールだなというふうに思ったんでありますが、こういうふうにですね、あまり複雑化するとわかりづらくもなるかと思うんですけども、結構柔軟に臨機応変にね、そういうルールが設定されていくとね、このマシンじゃないかなというふうに思います。で、このあたりですね、学習塾だったり、あと生命保険の会社のオフィスビルとかがね、増えてきたような映像ではそういう感じがいたします。 この辺りがですね、実は JR 麦線の阿波富田駅というところの駅前にあたるんですね。この駅が、このバイパスの少し西の方にありまして、で、徳島駅の一つお隣の駅となりましてね。結構道路沿い5階、6階建てぐらいのオフィスビルだったり、あとマンションとかも増えてきましたかね。結構予期せぬ都会感 というのがね、現れてきたような感じがしまして。はい、こんな感じでね、えー、汽車の方が走っております。で、映像の方、大変大きな交差点が現れましたけども、こちらが勝時橋交差点。ここでですね、国道55号徳島南バイパスから国道11号吉野川バイパスとなります。で、今私が歩いていたところの向かいに徳島県庁の建物があります。 これ新町川というふうに書いておりますけれどもね、まあ、これが徳島市中心部を横切る川ということもありまして、これ、眉山川方面見ておりますけれども、このビル群というのが大変美しいですよね、私、まだですね眉山の上の方から市街地の景色を眺めたことがないのでね、この風景を見てより一層ね上からも眺めてみたくなりました。 今、市場らしきものを映したようですけども、そういったものもあるんですね。で、これ今渡っている橋が勝時橋であります。車道の方も大変広くてですね、確か片側三車線ぐらいあったかと思います。で、このように向かい側の道路ですけども、片側二三車線ぐらいでしょうか一方通行になっていてね。で、改めて国道の方を見ましても、このように分岐があったりしましてね、結構複雑な交差点というか、道の形してます。ということで、そういうところには、 歩道橋が付き物ということでね、上がって参りました。で、今映しているのが徳島駅側、北側ですね。このように、なかなかの数のビルだったり、マンションだったりというのがありまして、で、ちなみに映像右側、中津時計台調査役局みたいなのがありますね。 ここは北海道なのか徳島なのか福岡なのかよくわからなくなりますがこの辺りが中津町というらしいですでですねこのように勝時橋からどんどん北の方に駅近くまで上がっていっているという形になるんですけどもいやこのようにね道路を横断していたらよくわかりますよねこの徳島駅近くのビルの多さっていうのがねでそんなビル群に囲まれた案内板もですね徳島駅への行き方を示すようになりまして で、これ、裁判所とありますけどもね、ちょっと官庁街みたいな、そういう雰囲気がありますでしょうか。建物が綺麗な感じです。で、もう徳島駅、真、まあ、東まで来ましたけども、こちらの交差点の歩道橋が、もう全方位にね、張り巡らされていまして、なんか形が未確に飛行物体のようであるって言ったら言い過ぎですかね。ということで、徳島駅方面まで歩いて戻ることにいたします。まあ、ずっと歩いてますけども。 で、歩いていくたびにですね、だんだん景観が都会化していてね、緑が少なくなっていたんですが、もうこちらまで来ますと徳島中央公園。こちら徳島城市があるとこですけども、自然と都会が融合するような感じとなってきました。で、JR 線によりかっこよく立体交差となっているところも超えましてですね、もうこの辺りとなってきますと徳島駅前の中心市街地。 戻ってきたという感じとなります。先ほどまで歩いてきましたバイパス以上にですね、通り沿いの建物がより大きく高く、やはり徳島駅前というのは都会なんだなというふうに感じさせられますけれども、まあ今回散策する時間が少なかったのでね、もう少し時間をとってより徳島市中心部から離れたエリア、まあ周辺市町村なんかもね、え後々は見ていけたらいいなというふうに思いながら、 駅前の方にね、徳島駅の方に戻って行っております。まあ散策の終盤、私らしくですね、このように歩道橋の上から市街地を眺めて、えー、徳島駅にお別れをね、えー、したいなというふうに思っております。もう奥の方ね、もう駅前の複合商業施設とか見えちゃってますね。 で、道路を見ていて思ったんでありますけども、路線バスの数というのが結構少なくないですね。まあ、JR の本数的にもちょっとあれですから、まあ、市民の生活の中でね、結構バスも溶け込んでいるのかなというふうに思います。で、これ駅もだいぶ近くなってまいりましたので、通り沿いホテルだったり、あと飲み屋とかがね、結構目立ってきました。 これとは別に秋田町のエリアの観楽街もありますから複数の宮街があるという感じでこれ結構都会的ですね。まあなんか郊外を散策する郊外編みたいなね動画で上げておきながら結構動画の後半では普通に中心市街地のご紹介となっちゃいましたけれどもまあそこはお許しください。で、駅近くとなりますとね徳島の名産品を売っているお土産屋さんだったり あとやはり徳島と言ったら徳島ラーメンが有名でありますからそういう看板がまた目に入ってきてですねまあたった数時間の滞在でありましたけれどもなんか徳島とお別れするの少し寂しくなりましたね、まあ、私高知出身ということでね普通にお隣にある県なんでありますけれどもでも結構四国ってですね四国産地のあれだったりとか 県庁所在地の位置が離れているということもありましてですね、結構お互いにそんなにね、仲があれなんですよ、ちょっと、まあ、行きにくいですね、お互いの都市にね。なので、まだまだ徳島ね、行けてないところいっぱいありますから、これから歩いていこうかなというふうに思います。でも映像の方ね、これ、あの高速バスで、えっ、ー、と、高知のね、えー、地元に帰っている様子にもうなっちゃってるんでありますけれども。 まあまた今後ですね、四国の各都市の散策動画を上げていくことになると思いますので、ぜひ色々ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではこの動画ご視聴ありがとうございました。